さあ、ラスの会の三国テム動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回の福の神イベントでね、この今見ていただいている月影ゲットいたしまして、で育てて実践および模擬なんかで使ってみたんですけども、今回はその感想を述べていきたいかなというふうに思います。でね、この月影を使うと、まあ旅網なんかを外すっていうパターンが多くなると思うんですけども、月影がね、事故って死んだりしたら目も当てれないですし、活躍させれんかったらもう全然サラチ取れないんですよね。トータルで見るとやはりリョモを使ってた時よりはサラチ取れる確率上がったんですけども、それでも簡単ではないなというのがね、感想です。で、ものすごい育成のしがいのある武将だなというふうに感じました。で、その育成を進めていくとダイレクトにね強くなっていくという感じの武将だと思うんですよ。今回はその育成ポイントとか、こういうところを注意したら事故が減るんじゃないかみたいなのを伝えていく動画にしていきたいかなというふうに思います。で、まず馬なんですけど、馬はねうんちゃん一択だと思いますね。これはね、援軍、相手防衛部施設の、援軍を利用するのであれば、もううんちゃんしかないと思います。で、発動タイミングは、言わずもがな、体力が初めて 40% を下回った時ですね。この時にうんちゃんが発動するようにしないと、相手の援軍を利用するのはかなり厳しいんじゃないかなというふうに思います。っていうのがね、例えば弓騎兵が25入ってたとします。そしたらものすごい月影が車を撃つに利用しやすいですよね。利用しやすいんですが、弓騎兵の攻撃力が高くて一瞬で解けるんですよね、月影がね。それで死んでしまうとっていうことになったら、もうさらちが無理になってしまうんですよね。なんで是が非でも月影は生かさないかんとなったら、うんちゃんがいいですよぐらいの話じゃないですね。これおそらくもう一択だと思います。それがよくわかるリップをちょっと一瞬見ていただきたいと思います。はい、そしたらちょっと援軍を釣りますね。弓騎兵が入ってます。で、こんな感じで、まあ虎を出して施設を壊しますよね。で、月影を出して、性能値を出します。この速さですよ、この体力の削る速さで。今こうやって性能値をつけてますけども、これね5体つけてるんですよ。5体つけててもこうやってね削れていくんですよね、月影がね、どんどんね。で、相手の弓騎兵が減っていってるにもかかわらず、こんな感じで性能値だけだったら死んでしまうんですよ。なんで、いかにこの弓騎兵の攻撃力が高いかということですね。で、これ防衛の方の宝で弓騎兵が強化されてればされてるほど、この弓騎兵の威力というのは大きくなってくるんですけども、これもしうんちゃんつけてなかったとしたら、性能値でね、とてもじゃないですけど回復が追っつくわけがないんですよね。ということで、一度弓騎兵を止めるためにうんちゃんであるっていうのは絶対に必要なことなんじゃないかなと僕は感じました。というわけで、僕もうんちゃんを装備させてるんですけども、今度受動スキルですね、これがね今見てもろたら分かる通り、ええのが全然ついてないんですよね。で、必須のこのスキルと言いますと、乱舞ですね。この武将スキルダメージが上昇するという効果になってますけども、今回リメイクされたことによって月影の車っていうのはスキルダメージという扱いになりました。なんで乱舞をつけておく必要があるということですね。で、さらに、インバ、この武将の投球回復速度を上昇というのがありますけども、やっぱり月影が車を撃てば撃つほど施設っていうのは当然壊れていきますよね。なんでこのインバがついてるのとついてないのでは、月影出してから死ぬまでの間にスキル発動できる回数っていうのが全然変わってくるんですよね。長生きするので余計です。なんでこのインバは必須だと思います。この乱舞インバは確実につけておきたいかなと思います。
で、あと2つ。あと2つは、まあ、ちょっと乱舞陰馬ほど重要だとは思わないんですけども、やはり必要だと思うのが、鉄壁ですね。武将がダメージ軽減効果を獲得するというスキル効果になってますが、先ほどのように弓騎兵の攻撃力があまりにも高いんですよね。で、性能値をつけてても、あんな感じで死にますよね。ウンチャン装備プラス性能値5体つけてても、あえて死んでしまうんですよ。なんでダメージ軽減効果をつけておくことによって、ちょっとでも体力ゲージの減りを抑えるということですね。もしこれがついてなくて、こう性能値5体つけても死んでしまうっていうことやったら、じゃあ死ないようにするとしたら、性能値を増やすか、相手の弓騎兵を減らすか、この2択になってきますよね。性能値を増やすと、虎とか鈍行兵の数を減らさないかんですし、弓騎兵を、まあ、例えばこっちもちょっと弓騎兵出して、数を減らして月影が死なないようにするみたいにすると、月影がスキルダメージ、スキルゲージを貯める時間をみずみず捨ててるようなもんなんですよね。なのでできたらどっちも取りたくないっていうことであれば、このダメージ軽減効果っていうのが重要だというのはお分かりいただけるんじゃないかなと思います。あと一つが、どこだ、競争ですね。武将の体力を上昇させる、このスキルが重要になってきます。先ほどちらっと見てもらったリップで、月影がうんちゃんを発動させますよね。で、その発動してる間にこう性能値のおかげでガーッと体力が回復するんですよ。ただまたそこから減っていくということになりますので、その体力が高ければ高いほど、まあ回復マックス値が高くなるので、それから死んでいく、まあ、確率が下がるということになるんですね。なんで、まあ、優先順位でしたら乱舞陰馬、これはもう一番いると思います。で、さらに次に鉄壁で、最終競争ぐらいかなという感じですね、優先順位で言うとね。で、ちなみに僕はこれどれも持ってないんですよ。これではダメですよね。なんでこれからこのうんちゃんの育成も進めていくと。で、できたら総スキルレベルは12にしてですね、この言うたらうんちゃん自身を限界突破していくのが理想かなと思います。そうすることによって車も強くなる、月影も強くなる、で、さらに車を撃つ回数も増えるってなったらどんどん壊れていくんですね。現状僕の月影では施設が全然壊れていかないんですよ。車ボンボン撃ってるのに施設が壊れないということでは、月影の魅力も半減ですよね。で、そういう観点から次神技に行きましょう。はい、今僕の神技画面見てもらってますが、奥義系の神技1個も持ってないんですよね。周囲の専用神技はありますけども、まだこれ育成段階ですし、月影につけれないですよね。で、この図鑑を見ると、この言ったらこの架空線みたいなね、このスキルダメージが 24% 上昇というのがあるので、こういうのはもうとりあえずもうレベル低くてもいいから、もうつけておくことをお勧めします。そうしないと、さっきから何遍も言うてるように車が弱いんですよ。車が中の施設を壊していかないということでは話になりませんから、何せ車を強くするためにこの架空線でも取っといた方がいいんじゃないかなと思います。で、まだリリースされているにもかかわらずゲットできない状況になっている月影の専用神器、天候宝具というものかな、これはねめちゃめちゃいいと思います。まあこの言うたら体力値1000ポイントごとに所有しているとスキルダメージが 2.5% 上昇、上限 32% と、 32% ってでかいですよね。まあ上限なんで減っていくとダメなんですけども、ただこの名分スキルもめちゃめちゃいいんですよ。この言うたら施設に対してのダメージが 25% 上昇とかありますけども、だって月影で壊したいんって施設じゃないですか。なんで、それのダメージが 25% 上昇ということは、そのスキルダメージ上限 32% 上昇と合わせるとすごい数字になると思います。で、この体力、勝者の体力ですね、これもこう周囲のスキルとかで車が壊れるのを防ぐためということもあるんですけど、やはりこの真ん中ですね、これがつけたいかなという感じがします。
で、左はねそうでもないかなという感じですね。まあシールド貼っといたら先ほどの、うんちゃんがですね必要なくなる可能性はあるので、それは非常にいいことだなというふうには思うんですけども、まだちょっと未知数かなという感じですね。もしかしたらめちゃめちゃいい名分スキルかもしれません。これをつけることによって、性能子が不要になったりっていうことが起こる可能性がありますからね。1台召喚するたびに10秒間500ポイントのシールド値っていうことは、おそらくスキルだけじゃなくて、通常攻撃でたまに湧く車ありますよね。あれでもシールド多分出ますし、まあこれも取ってみてないんでわからないんですけど、で4台召喚したら2000ポイントのシールドっていうことやと思うんですよね。さっきからなんか推測でお話ししてて申し訳ないんですけども、でシールド値も重複して、適用されということなんで、これはね、非常に援軍を利用して月影を使うという観点からすると化ける可能性がある名分スキルなんじゃないかなと思います。なんでちょっと無課金の方、美課金の方やったらきついかなと思うんですけど、この天候宝具も欲しいですよね。僕も非常に迷ってます。今この周囲の専用神器育ててるんですけど、さすがにねこの2つとも育てるってなったらもう原稿つかないんですよね。でさらにこの天候宝具をもし育てるんだったらカンストさせたいですよね。なんでか言うと、例えばこの2つの名分をつけたいってなった時にはこのスロットを全部解放せんかったらつけれないと思うんですよね。ってなったら黄色まで育てる必要があるんですけど、例えばまあ、僕の文王のこれ今日ちょっとね、潜伏つけれたんですけどね、またこちらの検証なんかもできたらやっていきたいと思うんですけども、これやったらカンストさせてなくても発動させられるんですよ。スロットが5つでね。ただ、これになったらどうだ、赤に黄色に緑になんで、やっぱりいりますね。全スロット解放ということになるので、カンストさせないかんとなったら基地札めちゃめちゃいるよっていう話になるんで、迷いとこですけどね。これが完成する頃には月影以上の武将が出てるみたいなねこともあるかもしれないんですけども、ただこの神器の優位性といいます、ここ専用神器見てもねなんかいまいちのもあれば縁もあると思うんですけど、これは A4 の専用神器になるんじゃないですかね。ということでできたら育てたいなという感じですね。さあ次勝因の観点から見ていきましょう。勝因なんですけど、今僕、月影には行部つけてます。スキルダメージが 19% 上昇ということで、これはちょっとでも車を強くしたいというところですね。ようやく車を強化できるなんかサブ的な要素がつけれたなという感じがしますよね。馬でつけれず神器でつけれず、ようやくこれでちょっと上がったということになるんですけども、で 19% って数字低いですよね。できたら 30% 欲しいです。もう 30% 言わんけど20後半欲しいんですけども、残念ながら僕このゲーム初めてずっとやってますが、業務は 19% がマックスです。なんでできたらこれの数字でかいのつけたいというふうに考えております。でどうしてもこの業務がないと全然出えへんとなったら何で代用するかって言われたら、僕は倉庫で見たらいいかな、はい、排水がいいんじゃないかなと思いますね。死にかかった時にスキル1回打てるんで、アルンとナイントだったらもしかしたらスキル1回分ぐらいですねは違ってくるのかなと。それでやっぱり壊せる施設っていうのは多いですから、この排水がいいんじゃないかなと思います。これはもちろん業務がないと、で排水は10秒とかいうめちゃめちゃインがあるというような状況限定なんですけどね。で、業務も排水もないということになったら、って考えた時やっぱり号令しかないかなと思います。で号令は召喚したユニットの体力とダメージが12から 30% 上昇とありますが、この月影に関しては体力しか適用されないということらしいですので、車の体力を増やすためだけという感じですねにつけたらいいんじゃないかなというふうに思います。まあなんせ業務ですね。業務を
なんか縁をやっぱり取るということを頑張っていただけたらなというふうに思います。で次、自営ですね。自営もね、これ迷いどこだと思うんですよ。ちなみに今僕は新参生官をつけてます。これは弓騎兵で瞬殺されるのを防ぐためですね。援軍を利用するためにつけてるっていう感じなんですけども、ここでね、新参生官つけてしまったら文王につける自衛がなくなってしまうんですよね。まあ現状僕の場合ですけども。でじゃあ全部の自衛を持ってたらっていうふうに考えたら、南蛮失礼、投降勇士かなと思いますね。これでまあシールドでね、月衛延命を図れるということで、結構その自衛たくさん持ってる月衛使ってる人は投降勇士つけてたりしますね。なんで、これでかなり長生きできるようになるということだと思います。で投降勇士持ってないわっていう人は新参生官、もしくはまあ天元騎士かなという感じですね。この2人だと思います。で天元騎士はそれこそ持ってる人少ないので、ってなったらやっぱり投降勇士か新参生官ということになってくるんじゃないかなと思います。まあ投降勇士は防衛頑張ってる人やったら持ってると思うので、つけてくれたらええと思うんですけども、なんせこの新参はね、僕はもうええ加減迷ったんですけども、やっぱり月影が即死してしまったらゲームセットというような武将になってしまってるので、現状でその割と自己要素も多いということですから、生かせるためにこの文王につけたいところですが、月影につけてるというような形になっております。でもう最悪なんですけど、南蛮力士もありなんじゃないかなと思います。これはなぜかと言いますと、うんちゃん、名馬でうんちゃんを装備するで、さらに自衛で、投降勇士や新参生官をつけるっていうことは、煉獄刀とか憑依台にかかった時にそれを無効化する方法がないんですよね。なんで月衛の車で月衛が煉獄刀にたどり着くまでにもう煉獄を壊しとくっていう必要があるんですけども、残念ながらね、やっぱり車の攻撃力が低いと壊しきれんで煉獄にかかって死ぬっていうパターンがあるんですよね。それも象とか虎でうまくターゲットを反らしてっていう方法もあるんですけども、その象とか虎が例えば死竜なんかのスキルで即死してしまうとそれも叶わなくなってしまうということなんで、できたらもう煉獄とか憑依台は月影で壊してしまっときたいんですけども、もう最悪事故要素を防ぐためにこの南蛮をつけるっていうのもありかもしれませんが、問題がね、この反射光を与えっていうのがあるんですよね。毎回ダメージを受けた時に自衛技力の 302% のダメージを反射させるとありますよね。これのせいで、相手援軍弓騎兵とか東巡兵が死んじゃうんですよね。それで数が減ってしまうと。で数が減ってしまうっていうことは月影で、利用できる、その言うたら援軍の数を自ら減らしてしまうっていう形になるんで、これはもう本当にもう最悪の最悪ですね。南蛮っていうのもありなんじゃないかなと思います。なんで、投降勇士、新参生官、天元騎士、南蛮力士ぐらいの、順位じゃないかなというふうに思います。それ次宝行きたいんですけど、ちょっと喉が枯れてきたな。ちょっと飲み物飲ませていただきます。お待たせしました。そしたら宝を見ていきたいんですが、まず武将ですね。武将の宝なんですけども、この奥義系のまあこう宝、当然この七星属名刀、これをつける必要があると思うんですけども、大事なのは攻撃速度や攻撃力ではなく、体力とあと闘気です。まああと攻撃ごとに、ダメージ分の体力を回復する、これも必要かなと思うんですけども、なぜ別に月影自身の攻撃力はそんないらないんですよ。っていうかむしろ攻撃力が低い方が施設がなかなか壊れて いかないので、車をたくさん出せる可能性があります。なので攻撃速度や攻撃力はむしろ外しておきたいレベルの属性になってます。で、闘技はですね、やっぱり
10秒あったとしたら、今僕が8秒なんですけどね、これ見てもらったら分かる通り、2秒早いととなったら、その2秒後に死ぬとして、その現在こう車が出せるみたいな状況がやっぱり出てくると思うんで、陶器はあればあるに越したことないと思います。で、体力かな、体力はやっぱりその弓騎兵でやられる時ですね、そんなのを考慮してというのと、ダメージ分の体力を回復するというのも弓騎兵で、月影がこう援軍を処理しつつ自分の体力も回復できるということなんで、この3つぐらいですかね、陶器、ダメージ分の体力回復、あと体力ぐらいのね、優先順位じゃないかなというふうに感じておりますが、今僕が装備させているこの宝ね、いまいちですよね。なんかどれもいらんなっていうのがついてるんで、これも作り直さないかんなという気がしております。で、次兵種なんですけど、兵種の場合はポイントとなるのはここですね、南下神教ですね。これで、今までの先行使いであれば狼の攻撃力を上げると、これが大事になってきたと思うんですけども、マズローさん曰くですね、性能値を強化するのが大事だと。なんで、治療値ですね、治療値と攻撃速度、この2つですね、この2つに高い数字をつけた南下神教が欲しいということをおっしゃってました。これは人にやっぱりこの弓騎兵で月影が事故るのを防ぐためですね。もうこればっかり言ってますけども、で、こうやってどんどん事故要素を減らせば減らすほど性能値が減らせたりっていうことがあるんで、その言うたらその分トンコ兵とかに回せますよね。逆に性能値を強化できないような状況だと、さらに性能値追加で必要になってくるということになるんで、まあ、狼も大事なんですが、この性能値の回復値を増やすということに努める必要があるということですね。あとは、石飛馬かな、石飛馬どこにあった、で、虎を強化すると、これは今までの虎戦法やってる方やったらもうすでに強化済みかもしれないんですけど、虎を壊すっていうことは月影が出撃する前に壊す防衛施設ですね、あれを増やせるということになりますよね。逆にもうこんぐらい壊せたらいいだろうっていう数が決まってるんでしたら、それを壊せる最低限の虎で、数を落ち着けて残りをトンコ兵に回すみたいなこともできるので、虎の強化というのは必須になってくるんじゃないかなと思います。ちなみに僕なんですが、虎は、はい、かなりいい宝ができてるんじゃないかなと思います。体力、攻撃力、攻撃速度すべて黄色の宝、これは苦労しましたが、もう虎戦法が始まって長いので頑張って作りました。ただこの南下神教に関しては性能値の攻撃速度は上がってるんですが、あの性能値の治療、治癒値ですね、自体が上がってないんですよ。これって、確か狼の攻撃力と併用できなかったんじゃないかなと思うんですけどね。鋳造したらわかるか、鋳造して例えばこれか、これで属性確認をしてみると、あ、治療値出るんか、あ、これ狼ロックしてないから、これをロックしたとしたら、はい、やっぱり出ませんね。なんで併用できないんですよ。となったら性能値の治療値っていうのを優先した方がいいんじゃないかという説もあるということですね。はい、これで一応馬、神技、勝因、あと自衛、宝、この言ったら強化要素ですね、これ5つ全て紹介し終わったんじゃないかなと思うんですけども、これを自分の理想のマックスにできたら相当強いと思います。本当に必須っていうぐらい、あの破壊力出てきますが、見てもらったように僕、今の僕の月影ってまだ弱いんですよ、めちゃめちゃ弱いということなんで、まだ戦績は芳しくないんですけども、めちゃめちゃ燃えてますね。これ育成しきったら楽しいやろな、こうじわじわとこう伸びしろが潰れていく感じっていうんですか、
これはね、まあ、テンブレーキ長いんで、いかにそれが気持ちいいかっていうのは分かってるんで、育てるところがあるというだけでも非常に嬉しいですね。もう、リョモの場合だったら伸びしろがなかったので、その分、月齢で、サラチ率は若干上がった上にさらに伸びしろも出たということで、頑張っていきたいなという感じはしてます。はい。で、次はですね、これはもう、口頭だけで説明させていただこうかな。攻めてって感じたことです。月影を使った攻め方っていうのは過去のその僕が上げた動画のマズロさんの攻めの紹介を見てください。こうやってやったらいいんですよっていうのはそちらの方で紹介させていただいております。で、その上でやりにくかったなと思ったのが、5雷に弱いんですよね。外に5雷があったりするとめちゃめちゃ鬱陶しい。で、月影が強化されてると車でねその5雷壊せたりするんですけど、強化されてないとねこの5雷にかかっちゃったりするんですよね。でかかったら終わりみたいなねパターンっていうか、まあ先行自体がもう5雷が外にあるのにが弱いっていうのはね、もうこれは中にあるよりは外にある方が鬱陶しい。で、まあただ中にあっても自爆とか5雷についてたら、締めで困るみたいなね、非常に厄介な施設、これが5雷放置ということになってます。で、あと月影に弱いんですね。防衛に月影ってあまりいないんですけど、たまに入ってる人いますよね。そしたら車が車を召喚するんですよ。月影が中に放り込んでる車に反応して月影が車を出すので、それでフラフラフラーっとね車が月影に突っ込んでってやられちゃうんですよね。これもあるので月影の体力っていうのは必要なのかなっていうふうに思うっていう部分もありますが、ただ走破とかを目指す方ってなったら走破予選とかで月影防衛に入ってる人は当たらないかなと思うんでね、そこまでのレベルになったらあまり気にする必要はないのかもしれないです。あと煉獄刀と憑依台に非常に弱いということですね。ちょっと先ほど説明しましたが、馬とか自衛で無力化できないので、もうなんとか壊しとかないかんのですよね。壊しとくか象とかで回避させるかっていうところなんですけど、まあ象とかで回避させるのはね不安定な部分はあるんですよね。うまいことターゲット取ってくれても象がすぐ死んじゃったりしたらまたすぐ月影にターゲット行きますんで、もうなるべく壊しときたいとなったら車の強化は必須ということになりますね。で、あと最後は中に入っていく陣形に弱いかなっていうのはあります。やっぱりこうずんずん中に入られてしまうと困るので、結局虎でね事前に、まあ、防衛施設を壊していくわけなんですけど、それでも入っていくときは入っていきますから、いかに入っていかないように防衛施設をきっちり壊すのが必要かというのをですね、考えて意識して結局壊す防衛施設を決めていかないかんかなというふうに思います。例えばまあこういったところの流星度ですね、こんなんはきっちり壊しとかんとこの兵糧庫巻き添えいきますよね。で、ここもそうですね。で、兵糧庫ってとか金庫、あと宝珠倉庫って、その防衛施設以外だとかなり耐久値が高い施設になってますので、やっぱこういうのを守ることを意識して、トラを出したいかなというふうに思いますね。そしたら最後にちょっと攻めていきましょうか。この方いきましょうか。そしたら援軍は入ってるな。で、左側が劉備と二強か。うん、なるほど。ちょっと鬱陶しそうなのがこの改造投石車ですね。これで虎がだいぶ死んじゃわないかなっていうのが不安ですけども、まあ行ってみましょうか。これどんぐらい壊れるか。やっぱりちょっと壊れないな。これは、あ、しかも虎一体余ってる。ちょっと僕の、性能値だとちょっと回復値が低いので弓騎兵を泣く泣く出してます。これで、月影が死ぬのを防いでるっていう感じですね。援軍を減らしてる形なんですね、これでね。
で援軍が終わったので、そしたらこんな感じで喋る余裕がないですけど、ダメな、白にダメージが入らんな、白にダメージが入ってくれんと。よし、ノータが発動した。おお、壊しきりましたね。うん、いい感じでしたね。こんな感じなんですよ。あと、性能士とトラにかなりコストを割いてるので、かなりこっからは先行の腕要求されるんじゃないかなと思います。でね、時間はね、思ったほど余らないです。かなりこうギリギリになることが多いです。なんで、これも車の攻撃力を高めることで解決できる問題かなと思います。これどっちか両方自爆ついてないやろな、これ。おいけだ、あと1個どこ、あ、これか。ふぅ、なんとか取れてよかったかなと思います。まあ、今後ですね、こんな感じで月影を使うときに何を考えてるのかっていうのをですね、紹介しながら、リップっていうのはね、見ていきたいと思いますので、ぜひご期待いただけたらなと思います。そしたらちょっと長い動画になりましたが、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。また概要欄にサブチャンネルのリンクもありますんで、よかったらそっちも飛んでもろて登録の方していただけたら非常に嬉しいです。そしたら以上です。ありがとうございました。